いろは、やはり忍者？ホロックスの用心棒である某つよつよ侍剣士、配信にて自らを忍者と出現してしまう。ノットニンニン、イエスジャキンジャキンと言いながら言っているのですが、なんじゃこうちゃな、忍者だからと本当にすると発言をしていた模様です。内容についてはこれ紹介していいかなってメンバーにね、確認を取ってから紹介させてもらっているんだけれども、これに至ってはね、いろはちゃんに送ったら、え言ってた、え言ってたでござるかって言っててそのね、タイムを教えて、ここだよって言って、ちょっと URL 送って、自分で確認してもらったな。あのね、まえちゃんもすごく風間のこと考えてくれてて、で、風間もそれに対して、あ、そうですよね。頑張らなきゃ風間と思って、やっぱね、つよつよのね、忍者。やっぱね、つよつよのね、忍者。ホロックスのメンバーを守っていくためにはね、ジャンプキングにくらいなれなきゃね。ほんとでござる！わら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 って。めっちゃ笑ってた。なんと無自覚で出現をしていたということですね。はい。いつから侍だと錯覚していた。おー！もしかして忍者なんじゃない？侍に憧れている忍者なんじゃない？バカ！変態！うるさい！うるさい！ド M だね！言うな！変態！バカ！変態！うるさい！もう知らない！これでいい？ピアン。